皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ファイナルファンタジー4実況プレイパート23。幻獣の街ですね。ここでリディアは、しばらくね、過ごしていたわけですけれども、これからね、ここの王様に挨拶に行こうと思います。ちょっとおっかない。さら頑張ろう。一体何を頑張るのかってね、王様に挨拶しに行くだけなのに。幻獣を？いやいや、わしはただのジジイですじゃん。ってな。女王様、久しぶりですね、リディア。あなたたちの力がいるの。手を貸しましょう。と言いたいところですが、お前たちの力は見極めなければなりません。それが幻獣界の掟。私に挑む勇気と、私を倒す力を持っていますか？ちょっとおっかないけど、頑張ります。ならば、試してみましょう。さあ、女王。まずはですね。まあ、シシルは頑張って殴っててくれ。まずは、女王には、リフレクをかけたい。かけたいね。うん、かけたい。こうしておくことで、女王に、という補助がかかることを防げます。召喚魔法はね、跳ね返されないし。ちょっといろいろ試してみよう。菊一文字の攻撃と、どっちが強いか。あ、いや、メンチマッションの攻撃と、小鉄とどっちが強いか。こっちの攻撃力まあまあ高いけど、お、やべえ。ちょっと待って、敵攻撃力高すぎねえか。どこに？お、ナイス！ナイス！外す！え？外さないで？それは外さないで。おわ、一発重い。シュシルが殴ったことによる反撃で味方が死んでいく。うん、ちょっと倒れててもらって。今のうちにちょっと体勢を整えましょう。ブリンクを使っていこう。なんかあったかな。エルメスの靴。うん、殴るとね、殴り返されちゃうから。まずはしっかり準備をね、整えてから、戦闘です。アスラのね、攻撃力の高さだけはちょっと、勘弁したい。あ、てか待て、回復してる。まあ、いっか。まずはね、あと体勢を。
整えましょう。物理攻撃さえ封印してしまえば、あとはこっちのものなので。もう敵もこっちもね、向こうも大変なことになっている。さて、じゃあこの状態から向こうにリフレクをかけ、戦闘開始。勝って。よし、死に入った。え、外すのかよ。よしよし。で、ブリンク。よしよし。あ、明治マッシャーめっちゃ効いてね。エッジにブリンク。あ、ああいうのがいいか。あ、明治マッシャーがめっちゃ効いてる。あ、おう。もう溶けたか。早いとこブリンクを。うん、エッジの攻撃が今のところ一番強い。ほら、いいね。お、どこに回復。おー、ナイス。おー、すげえ回復した。いや、エッジ強えぞ。エッジ超強えぞ。なんだ、どうした、どうしたわ。リディア、強くて優しい良い友達を持ちましたね。いつでも私を呼びなさい。リディアがアスラを覚えた。やった。さて、ちょっと、とりあえずこの明治マッシャーのままで挑んでみようかな。その前に一回回復しに行こう。危ない危ない。これね、ただね、宿代高えのに、いちいち。なんだよ、1200ゴールドって。冷静になって考えたら、コテージ買ってコテージ張って休んだ方が安くね。今気づいた。よーし。あ、じゃあ待てよ。これを、で、外しの、これ持ってもらって、ディフェンダーで
次はね、霊気に強い方がいいから、フレームシールドとかフレームメールとか、つけておこう。よし。ん？セーブしたっけ？危ないよ。ここでやり直しとかだったら、心折れるよ。よし。お、カインレベル40。いいね。待って。ちょ、ジャン。ニディアよ。アスラまで倒したのはお前たちが初めてじゃ。邪悪な力に対抗するには強い力だけでは勝てん。その力を正しい方向に導けるより強い精神が必要じゃ。イニシエより戦いによってその精神を見極めてきた。どうじゃ、わしと一戦交えてみるか。行くぞ。俺がまた怖い。リヴァイアさん、モンストミ、これでどんだけ削られるかっていうのがね、問題なんですよ。あ、そうでもない。よし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 。とりあえずね、体勢整えるために。あ、これは攻撃力のダメージ普通ですね。とりあえずは、アスラ。全体にヘルをかけていきます。ん？今なぜシルミスった？ん？全員で回復か。ありがてえ。補鉄にしてみよう。うわ、いた。反対ケアルラならどうだろう。セシルの魔力でも、あ、まあまあ回復した。ヘルを重ねておきます。これが大事。攻撃はタイタンでいいかな。タイタンとラブどっちが強いかな。大津波、全員にシェルをかけるのは間に合った。あ、でもこの威力か。内心。これで1568。乗せるんで軍事。まあまあ。戻ってこい、早く。よし。ん、今。あ、よかったよかった。じゃあ、セシルには、エルメスの靴。タイタン使って、雷神。ランプ。さらに、バッカスの酒。先頭機先を飲ます。さあ、ラムとどっちが強いかな。そんな変わんねえ。さすがだな、タイタン。でもこれならラム使ってた方が MP 効率はいいかもしれないな。こんなすぐ来ないよね。じゃあもう一回、もう一回シルっとこう。一人いねえけど。よしよしよし。うん、これはいける。うん、大津波がね、防げてるのはかなり大きいと思います。
ラムージーさんよろしく。お、強い。あ、カインだけ綺麗にオーストに返しちゃった。はい、やるが。いいね。よいしょ。はい、ラム。エッジが魔力つけたんで、ほらね、肉弾戦で。あ、これは全然いけるな。強い強い。オッケーオッケー。これもだいぶあれでしょ、体勢整えまくりでしょ。いいね。完全にこちらの回復量と攻撃力が勝っている。強い。このくらいならキャラだでいいや。落とした。よし、確かに光の力。この幻獣をリヴァイアさんの力を貸そう。リディアがリヴァイアさんを覚えた。やった。はい、というわけでリディアが新しい召喚獣リヴァイアさんを手に入れました。さあ、これは強いね。もうシバ使うかなっていうぐらい強いと思います。威力は多分ね、タイタンより上のはず。まあそりゃそうか。さて、ではあとここには用がなくなってしまいました。じゃあ出ようかな。こっから出た方が早いから。これよし。ああ、間違った。そうだ、ネズミの尻尾。ああ、それはまだ意味ないか。え？しまった。放線簿か。オッケー。よし、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 よし。あって、一応これで、一通り回収は、済みました。もう満足です。よし。そうしたらですね。次は、いよいよ、この封印の洞窟を攻略していきたいんですけれども、今からこの洞窟に突入しても、おそらく中途半端なね、時間になってしまうと思うので、今回は、アスラ、そしてリヴァイアさんとのボスラッシュということで、これで一区切りとさせていただきたいと思います。はい、では次回はこの封印の洞窟。ゴルベーザにね、エビのクリスタル取られないように気をつけて頑張っていきたいと思います。はい。では、ファイナルファンタジー4実況プレイパート23。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でも待ちしております。それでは皆さんまで見てくれなー。